どうも、三度の飯より前浜大好き KD チャンネルの K です。今日は2020年9月にオープンした東京ディズニーランドの新エリア、ニューファンタジーランドをより深くエリアについて解説していこうと思います。ぜひこの動画を見てから行くと、よりニューファンタジーランドが楽しめると思うので、よかったら最後までご視聴ください。まずニューファンタジーランドには美女と野獣のお城、フォレストシアター、アイスクリームワゴン、モーリスのコテージ、ラ・タベルヌ・ド・ガスト、ビレッジショップスの施設があります。今回はトゥーンタウン側から詳しくお話ししていきます。まずトゥーンタウン側から入ると、美女と野獣の最初の朝の風景のシーンのような街が広がります。トゥーンタウン側から右側にあるのはモーリスのコテージ。ここは美女と野獣のアトラクションのファストパス発見場所ですが、施設の外側はベルのお家になっています。この下の小屋の中でベルの父親のモーリスが発明していて、時間帯によってはモーリスのコテージから爆発音も聞こえたりします。そしてトゥーンタウン側から手前にあるのがガストンの噴水。ガストンの噴水はディズニーワールドにもあり、噴水の下には印字もあります。ガストンへのオマージュ、ガストンから私の村の謙虚な人々への非常に寛大な贈り物、ガストンらしい自分への贈り物ということが記されています。そしてニューファンタジーランドにはガストンのレストラン、ラ・タベルヌ・ド・ガストンがあり、店内は天井が高く開放的で、ガストンの腕前がわかる大きな肖像画や鹿の角、ガストンが男の中の男アワードを受賞した証やトロフィー、アニメでも遊んでいたチェスなどもあります。ちなみにガストンのレストランには隠れミッキーもいるのは知っていましたか？肖像画の鹿がある岩のくぼみの部分、ここが隠れミッキーになっています。以前ガストンのレストランでお食事した時にキャストさんに教えてもらいました。そしてガストンのレストランの向かい側にはビレッジショップスがあります。ここは3つのショップの施設を合わせてビレッジショップスと呼んでいますが、もともとはトゥーンタウン側からラ・ベルリブレディ、真ん中のショップリトルタウントレーダー、一番奥がボンジュールギフトの3施設が合わさってビレッジショップスになっています。まずはラ・ベルリブレディ。ベルが映画の中で訪れる本屋がモチーフのショップになっており、壁には美女と野獣の本屋の家主の絵があります。店内のレジ周りをよく見ると、左側に映画の中でベルが使ったと思われるはしごがあったり、施設内は本屋がモチーフなのでたくさんの書物が置いてあります。レジの右側の上にある本も映画の中でベルが羊にかじられた本が置いてあります。店の外側にも羊を探している捜索手配があり、犯人はこの羊さんの可能性がありそうです。そして真ん中のショップリトルタウントレーダー、村の職人さんたちが作った製品を販売するお店です。店内を見るとろうそくがたくさん並んでいます。レジの近くにろうそくの作った窯もあったり、店内には職人さんが作ったピカピカのフライパンもあります。このフライパン、もしかしたら美女と野獣の朝の風景のシーンで描かれているガストンがフライパンを鏡代わりにして髪を整える時に使っていたフライパンの可能性も。気になる方はディズニープラスで美女と野獣を見ましょう。他にも職人さんたちが作った工芸品や、レジの近くにはベルが読書が好きなために長いろうそくを作ってほしいというお願い書きもあります。そして最後はボンジュールギフト、村一番の技術を持つ仕立て屋が経営する帽子屋さんです。店内はおしゃれな帽子が飾られたり、天井にはピンク色の柄も施されていて、おしゃれな雰囲気になっています。ここにはガストンの恋する3人娘が作った帽子やお写真も並んでいます。暖炉の上にある写真、このお写真も美女と野獣の朝の風景のシーンで帽子を選んでる男性と女性のシルエットになっています。そのシーンで出てくる看板も外側にあるので、美女と野獣の作品を見て確認してみてください。そしてボンジュールギフト側から出口を出ると、ベルがガストンの求婚を受け入れたと勘違いしたルー・フーズたちがお祝いに演奏したと思われる楽器や A&M の看板があります。この A&M の看板、実を言うと美女と野獣の今は亡き作詞家ハワード・アッシュマンとディズニーの名曲を生み出した作曲家
アラン免許の意味になっています。キャストさん何人かに確認したところ、そうですというキャストさんもいれば、私はわからないですというキャストさんもいたのですが、もし本当にそうだとしたら、美女と野獣の作品に携わった方がエリアにも遊び心で入れてあるなら感動そのものです。いよいよ美女と野獣メイン、野獣のお城がありますが、その前にもう一つニューファンタジーランドで紹介したい場所があります。それはボンジュールギフト近くのお手洗い。ニューファンタジーランドのお手洗いは馬小屋をイメージしていて、お手洗いに入る前の壁に蹄鉄があり、それぞれディズニーキャラクターの蹄鉄になっています。アキレスがノートルダムの鐘、フルーフルーがおしゃれキャット、カーンがムーラン、フォーレスがミッキー&フレンズ、フィリップが美女と野獣、アンガスがメリダと恐ろしの森に出てくる馬の蹄鉄になっています。お手洗いの中にある公衆電話の近くにあるので、行くときにはぜひ見てほしい場所です。それでは美女と野獣のお城へ。今回はまだこのご時世で乗れてない方も多いので、お城内の乗車シーン、一部演出のある部屋はカットさせていただきます。まずお城周りで見てほしいのは、門を見てから左の場所、鍵爪足の馬車や文字が薄れた標識。文字が薄れた標識は作品の中でモーリスがお城に迷い込む原因になった標識と、ベルがお城に残りモーリスが城を出る時に乗せた馬車もあります。薄れた標識が意外と分かりにくい箇所にあるので、野獣のお城の門近くを探してみてください。もう一つ近くにあるのはブドウ畑。こちらのブドウ畑の樽を見ると、グラッパでガストン、ガストンのグラッパ。グラッパはイタリア特産のブドウの蒸留酒です。おそらくガストンのレストランで飲めるアルコールはここのワインを使っているかもしれないですね。そしてお城の中に入ると、モーリスが暖炉で温まっていたシーンや、ポット夫人たちがいるのは野獣がうまくスプーンを使えなくて、ベルもスプーンを置いて朝食をとった部屋。その後に鎧の廊下へつながります。鎧の廊下は喋ってる声が聞こえたり、手前から右手にある鎧の持ってる武器の先端に隠れミッキーがいます。ここから先は実際に乗ってみて自分の目でお確かめください。他にもアイスクリームワゴンにはモーリスの発明道具のアイス製造マシンも見れたり、フォレストシアターのポスターの一部には隠れミッキーがいたりします。フォレストシアターはまだ公演開始が決まっていませんが、とても楽しみです。以上、ニューファンタジーランドの秘密でした。皆様、ニューファンタジーランドをより深く楽しめたでしょうか。ぜひ東京ディズニーランドに行く機会があれば、ただアトラクションやレストランを利用するだけじゃなくて、今日話したところを実際の現地でも見て、よりエリアの雰囲気が伝わっていたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、良かったらチャンネル登録のボタンお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、動画の概要欄貼ってあるので、よかったらフォローお待ちしております。それでは、バイバイ。